ここはモンスターたちの学校。今日も何やら授業してるみたいだ。少し覗いてみよう。よし、今日も授業始めるぞ。今日の授業は、先生、実は今日も、ああ、なるほど、なるほど。わかったわかった。皆まで言うな。天の声が届いてるんだろ。よし、今日はどんな伝説のポケモンを作るんだ。もうちょっとね、最近先生、新しいテクニックとかもね、覚えて。伝説のポケモン作るの楽しみになってきてるんだ。天の声が聞けるのは間違いないのですが、それが、その、ああ、なんだ？どうしたんだ？歯切れが悪いな。何の伝説のポケモンなんだ？どの伝説だ？信用地方か？だから、リザードを作ってみてほしいです。何？ごめん、聞こえなかったよ。何の伝説のポケモンだって？いや、だからよ、ベルトマンが言いたいのは、伝説のポケモンっていうか、つまり、おー、なんだ？どの伝説だ？もう先生、伝説が楽しみで、伝説が止まらないよ。だから、つまり、リザードをいつか作ってください。だから、なんて言ってんだよ、もう。パンダシャツだけじゃなくて、ベルトマンまでなんか変だぞ。そんなに言いにくいことなのか？いや、だから、伝説ではなくて、リザードを作ってくれませんか？だからどの伝説だよ。もう分かった。じゃあもうはっきり言うぞ。リザードを作ってください。あ、伝説じゃなくてリザード作りまーす。伝説のポケモンだけがポケモンじゃないぜと思った君はチャンネル登録と高評価よろしく。はい、というわけでね、じゃあ早速リザードンを作っていこうと思う。まずリザードンの体のベースを作っていくんだけど、いろいろと試行錯誤した結果、まず一番下が T-Rex、 そして真ん中の胴体がアロサウルス、そしてさらにその上にパラサウルロクスの体を乗せて、この異様な形ね。これでリザードンは結構体がなんていうのか、三角形の形をしているので、その三角形感を、表現したかったんだよね。そして最後はアロサウルスの顔、つまりね、アロサウルス成分多めの構築となっている。このね、パラサウルロクスの体が実はね、前後逆になっていて、この背中の部分に首をちょっとつけてあげることで、前傾姿勢のね感じを少し前にこう傾いた形っていうのを表現できるようになったんだよね。あと最後はこの尻尾をつけてあげて、この尻尾もね、アロサウルスだから、やっぱりアロサウルス多めだよね。で、そしてこれね、尻尾をね、反対につけてあげると、こう下になだらかに下ってる感じがね、出るんだよね。で、そして、リザードンと言えば、やっぱり尻尾の先の炎、これだけはね、譲れないので、ここは必ずつけていきたいね。ああ、いいね。いい感じだね。この炎があるから、リザードンだっていう風にね、わかるんだよね。あとは、腕をね、つけていくんだけど、少しだけね、このまま腕をつけちゃうと、肩幅がね、なくなっちゃうので、このブロックで肩幅を補強しつつ、あとこれで腕をつけて、羽をね、つければ、リザードンの、筐体というか、元の体のベース部分は完成だね。はい、というわけでね、出来上がったリザードンがこんな形です。どうでしょうか？まあ、これを見るだけでは、全くもってリザードン感がないと思うんだけど、ここにね、オレンジ色のパーツをつけてあげることによって、少しリザードンっぽくなってくると思います。少しつけていきましょうか。さあ、こんな感じで、ロボットパーツを使って、リザードンのね、体を構築していきます。結構ね、いろんなパーツでやってみたんだけど、この、なんか、武骨な感じのパーツがね、かなり、リザードンっぽさをね、醸し出してくれるということが分かったので、このね、細長のブロックを使ってます。さあ、ある程度ね、リザードンの、顔の部分が出来上がったので、このね、目の部分、ここをね、うまく、作ってあげると、かなりね、リザードンっぽくなるんだけど、まあ、このね、空いてる隙間とかも、しっかり埋めていって、うまくね、リザードンを作っていきたいと思います。さあ、ここだね。ここがね、一番の、まあ、なんていうのかな。腕の見せどころというところなんですけども、リザードンっぽさを出すためにね、少しこう、うまくね、ドラゴン感を、こう、立体構造で作っていくっていうところだね。少しこの目の周りとか、このあたりを工夫して作ることで、かなりね、リザードンっぽさが出てくるんだよね。で、この、リザードンっぽさを出すのが一番難しい。これがすごい難しいんですよね。なかなかね、この立体化、なんていうのかな、この目の周りが少し、こう、盛り上がってる感じ？
このあたりの表現がうまくいくとね、かなりドラゴンっぽい感じが表現できるんじゃないかと思います。あとね、この特徴的な、この後ろの角の部分かな。これが、あるのとないのとではやっぱりかなりね、大違いということで、まずこれをつけてあげて、はい。そしてこのね、目。これね。これを作ってあげると、どうだろう、かなり、リザードンっぽくなってきたんじゃないでしょうか。あとはこのね、目を少しこう、とんがらして、そう、凶暴な感じにね、してあげるのが大事だね。あとはこの、最後に黒目をね、つけてあげると、ほら、どう？かなり、リザードンっぽい感じ、雰囲気出てきてるんじゃないでしょうか。いい感じだと思います。さあ、ここをね、できてしまえば、あとはまあ、こういう感じでね、いろいろ、体の部分というのを、オレンジのブロックでね、埋めていくことで、リザードン感を出していくという感じですね。ただね、ちょっと厄介なのが、このね、羽のオレンジのこのブロックをつけてあげると、表側の色はこの青色でいい感じで、もう色がついてるんだけど、はい、こんな感じでつけましたと。で、これをね、反対側から見ると、なんと裏側から透けちゃうんだよね。これがね、厄介なところだよね。だから結局しょうがないから反対側からもこうやって、鱗でね、青色の、せっかく青い羽をしているのに青色の色をね、つけていかないといけないというね、ここがちょっとかなりね、今回の苗ポイントでしたね。いや、これはめんどくさい。はい、それじゃね、もう大体出来上がったので、あとはこのお腹のね、黄色い部分かなと、あと足の周りをね、綺麗に、なんだ、色付けしてあげればもう完成だね。うん、結構楽ちんにできたね。うん、爪の部分はね、このトゲっていうか角を使って少し簡単に再現することができたので、まあこれとあとはこのお腹部分、あと尻尾か、尻尾の部分のね、埋め終わりが終われば完成です。さあ、今の状況を見てみましょう。こんな感じです。どうでしょうか。かなりリザードンっぽい感じになってきてるんじゃないかな。おー、いいと思うんだけどな。まあね、その絵で描いたよりは完成度低いかもしれないけれども、このゲームでの再現性という意味ではかなりの、再現度なのではと思います。さあ、最後ね、尻尾ですね。この尻尾の部分を、まあこの少しずつブロックをちっちゃくしていきながらね、こうやって埋めていけばリザードンの、あー、消えた、完成なんですけど、結構このね、地味な作業がかなりめんどくさいです。これ一生懸命つけていこうね。あー、消えたりつけたり、これね、繰り返して頑張ってますよ。はい、というわけでね、早速、兵器をつけて完成したので、リザードンと戦わせていきましょう。やっぱり俺が実験台なのかよ。戦いたくないぜ。うわー、向こうからリザードンが迫ってきて、ブレスを吐いたぜ。リザードンめちゃめちゃかっこいいじゃねえか、これ。すごいぞ。すごい再現度だな、これ。めちゃめちゃかっこいいぞ、リザードン。よし、ちょっともう一回、戦ってみよう。ちょっと待って。かなりいい感じだったね。自分で思っている以上にいい感じのリザードンでしたね。さあ、もう一回ブレスを吐いてもらいましょう。いくよ。リザードン迫ってきて、まあ、このね、ブレス一撃でやられちゃうから、少しわかんないけど、この飛んでる感じがかなりリザードンっぽいんじゃないですか。まあ、もちろんね、こう前傾姿勢っていうか横向きになればいいんだけど、まあ、それはちょっとできないんで、ちょっとかなりいいんで、大量のカルノタウルスとかと戦わせてみようかな、これ。いい感じだな、これ。他のポケモンとバトルさせんのがめちゃめちゃ楽しみですね。さあ、じゃあちょっとね、カルノタウルス大量に並べて戦わせてみましょうか。行くぞ、レッツバトル。さあ、ここでビーって吐きましたが、カルノが向かっていくぞ。さあ、リザード、いいね、上空からブレスを吐いて倒していく。あ、爪の攻撃もかなり強そう。おお、一瞬だ。めちゃめちゃ強いリザード。やった。これはかなりいい出来なんじゃないでしょうか、皆さん。いかがですかね、リザード。イエーイ。